B 当たった、 C 37 A すごいぞ、当たるぞ5問連続正解してる。ハローだよ、始まりました、もちゃちチャンネルです。今回はですね、トイック満点89回スーパートイックマニアのトイック講師がジョン、トイックの問題を選択肢だけで解いたら一体何問正解できるのかっていうのをやっていきたいと思いますね。めっちゃ大変そう。パート1とパート2っていうのは選択肢っていうのを聞かなきゃいけないので、できないので、パート3、4、5、6、7だけでやっていきたいと思います。果たしてトイックの知識だけで解くっていうのが通じるのかっていうのを実験していきたいと思います。よし、行きましょう。32番から100まであるわけですもんね。めんどくさいな、これこっちでやろう、こっちでやります。今数字書いていこうかと思ったけどめんどくさい。お、点線が切りやすい、知らんかった。で、まあルールとしてはパート5っていうのは選択肢だけで解く、でパート347っていうのは設問と選択肢だけを見て、一切本文を聞いたり本文を読んだりしない、ね、そういったやり方でやっていきたいと思います。リクエストの多かった企画ですが、果たしてどうなのかやってみたいと思います。はい、ではいきますね。どこで働いているのか、ギャラリー、無事ストーリーはスーパー行ってスーパーでバッグがちょっと薄くて破けちゃうんじゃない、じゃあクーポンあげるよ合ってっかな。コンサルタントとして働きに来た人が最近のセールスデータ見ていいねって言って、来週フォーカスグループしようって言った。違うかな、こうやってね、山間じゃなくてストーリーをちゃんと作ってやりますから。うわ、これはどれでもありえるだろう。セールスの準備してて、ビジティングプロパティ、これ自信ある、その物件行くわ、これ自信あるぞ。で、オープンしようとしてるのが、うわ、わかんねえよ、こんな。これめっちゃ時間かかるね。全部にストーリー自分で考えてやってますからね。これカットめっちゃ大変だな。無謀だ、やらなきゃよかった。めっちゃ時間かかるでしょ、だってこれ。大丈夫かな？この後また別の動画撮んなきゃいけないから。レンタカー借りたいんだけど、ディスカウントもらえるんじゃなかったっけ？エンプロイー ID 見せてくれれば割引できますよ。違うかな。買い忘れちゃった砂糖かなんか。さすがに冷蔵庫は壊れてないでしょ。アイス売ってるんだから壊れてたらシャレになんないよ。で、女性が、おいおいおい、ふざけんなよっていうシェフ。皿洗いが言わないでしょ。新しいデザートがどれかを考えなきゃいけないね。パンプキンパイ。よし、パート3おしまい。パート4。パート4の方が一人だからめんどくさいな。うまいね、トイックって。想像できないようにしてんだな。わからねえわ、これ見ても。トレーニングをするってことは新しいコンピューターでしょ、これ。新しいコンピューター。これ自信あるよ。広告か、新聞だけど広告かな。で、最初の、ドラフトの時だったら空いてるよんって言って、ちょっとサンプル食うわはい、これでパート3、4終わりました。さあ、果たしてどれだけ合っていたのか、さあ見ていきますね。さあ、パート3、4の32番から100番までありますね。69問の正答率を見ていきましょう。いきますね。C 当たった。D、C、B 当たった。C、37。A、すげえ !47、48、49、50。すごいぞ、当たるぞ !51、D、52、B、53。
ほら53絶対当たるっつったやつ当たった。自信がある。54A55C57D58B59B61B62A60... すごい5問連続正解してる。思ったよりいけちゃうかこれ。はい、パート3終わりました。10問中4つで 40% でしょ。10問中5個で 50%、結構すごくない？はい、18問ですね。18問正解しました。すごい。18問正解、すごくない？39分の18。じゃあパート4いきましょう。これがトイックを受け続けた人間の力か。やっぱね、パート4の方がむずい、想像しづらい。 G79D、 あー当たんなかったな。もう運ゲーだわこれ。ほら92絶対自信あるっつったやつ当たった。あるね、やっぱりね。絶対当たるのはある。よしよし、当たってきたぞ。96C、当たってきた。97D、当たってる。98B、99、違うか。はい。あー、惜しかったな。で、パート4が30問中。まあ、2列目全滅だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10!3分の1。あ、1列目 30%、 あ、2列目0、3列目すごいよ。1、2、3、4、5、6、7、7割当たってる。10問中7問最後。何なんだこの想像力は。それで合計28、69問中の28点という形になりましたね。どうなのこれ。半分はいかなかったね。でも約4割ぐらいいったってこと。すごくない？ということで、リスニングはこれだけ正解することができました。じゃあリーディングどうなるのかやってみますか。時間的に間に合わないかも。どこで働いているのか、ギャラリーコンサルタントとして働きに来た人が最近のセールスデータ見ていいねって言って、来週フォーカスグループしよう言った。違うかな。電気屋に行って、いやー、道混んでたんすよ。なんで衛星のやつが動かなかったかっていうと、ちゃんとインストールされてなかったからだよ。わからん。俺、大学の学位取るよ。あ、そういえば私がメンターのプログラムやるわよ。あとでサプライルームでなんか取ってこなきゃ。 D が全然出てねえ。ダメだなこれな。そんなのありえないな。 ABCD ばらけるはずなのにだいぶ偏っちゃってんな。オンラインのレビューを見て来ました。ファーマシーじゃないの。薬局来たよ。ねえよ薬、他のとこ行け。あれ今度 D が多くなっちゃった。うわこれはどれでもありえるだろう。セールスの準備しててミーティングの時間変わったよ。ベンジャミンのやってあげたから僕がやってあげるよじゃない。このニューテクノロジーどう？これは素晴らしいと思うわ。じゃあところでツアーやってくれない？いいわ、私がやってあげるわ。ビジティングアプロパティ、これ自信ある。その物件行くわ、これ自信あるぞ。でオープンしようとしてるのが、うわかんねえよこんな。新しいレストランをオープンしようと考えているんだけど、いつまでに言えばいい？契約に新しいオフィスサプライをオーダーするシステムを変えましょうよ。そうなの？何今予算そんなプラスあんの？じゃあとりあえずアンケート取ってみましょうよ。
レンタカー借りたいんだけど、ディスカウントもらえるんじゃなかったっけ？エンプロイー ID 見せてくれれば割引できますよ。違うかな。パッケージ送りに来たんすよ。でも今日エレベーター動いてないっすよ。そうじゃない？これだってフォースフロアまでしかないし、場所の3番だったら行けるでしょ、2階だから、階段はあそこよみたいな感じじゃない？めっちゃパーキングあるじゃん。なんだこれ、ホテルなのかな。だからパーキングいっぱいある。でめっちゃスペースいっぱいあるわ、やーいみたいなね。もっと広くなった、嬉しい。ガーデンを絶対使うっしょ。だから next to the garden って言うから絶対4。次、買い忘れちゃった砂糖かなんか。さすがに冷蔵庫は壊れてないでしょ、アイス売ってるんだから。壊れてたらシャレになんないよ。で女性がおいおいおいふざけんなよっていう。シェフ皿洗いが言わないでしょ。新しいデザートがどれかを考えなきゃいけないね。ちょっと高えやつなんだけどね、じゃねえな、言わねえな、値段が出てるから。パンプキンパイ、よし、パート3おしまい。パート4、パート4の方が一人だからめんどくさいな。アートフェスティバルにプロフェッサーがやってきて、飯無料ですよ。飯はチケット値段入ってますよ。ここにホテルって書いてあるから違うよね。ニュースのなんか会社で働いてる人がショーについての発表が1月にあって、イベントがあるから行けよって言われた。いやこれ環境にいいと見せかけて栄養の情報載ってます。でもイベントの場所が変わるのにグランドオープニングとかリタイメンはありえないっしょ。トレードショーが、あ、いやトレードショーも変わんないか。記者会見の場所が変わりました。めっちゃ人が来たからシーズナルスタッフが増えますよ。売り切れだから新しいの買いましょうよ。ちょっともう終わっちゃってっからさ、ラベル取っちゃってくんない？ワークショップ出てね。このエアポートではシャトルバスが増えてクーポンがついてるやつがもらえますよ。ケータリングです。ケータリングね大体出てくるから。もう24時間やってますうちのサービス、 Uber Eats みたいな。ウェブでもうみんながいいよいいよって言ってるコメント見れるよ。トレーニングをするってことは新しいコンピューターでしょこれ。新しいコンピューター、これ自信あるよ。ニューエンプロイーズを私がやるんだよ、あんたも来なさい、予約が必要だよ。よし、広告か新聞だけど広告かな。で最初のドラフトの時だったら空いてるよって言って、でちょっとサンプル食うわ、どんな味かね。売ってる人たちとさ連絡したらすごい良かったって言ってたよ、プロモーションがきっとうまくいったんだね、 T シャツもらえるよ。はい、これでパート3、4終わりました。